はい、今回も、実況対局を、やりたいと思います。はい、七段戦ですね。はい、僕の白番です。対局の申し込みがありました。今星打とうと思ったんですけど、間違えて高目打っちゃいました。対局の申し込みがありました。まあそれでもいいでしょう。対局の申し込みがありました。ここで結構長考されてますね。まあこうつける、つけが多いですね。つけて切ったり。はい、まあコスミつけて打つのもありますね。はい、これだと二段バネ。まあこれも一つの形になるんですよね。まあ押さえたらここを除くと。まあこれも、覚えておくと、いいですね。一つの対局形ので申しす。込みがありました。対局を始めます。はい、どちらも白番になりました。はい、まあここまで打って まあこの辺りにね、控えて打つのもありそうでしたけど、これだと、そうですね、挟んで。まあ、穏やかに打ちましょうか。まあ、ここは二段バネして、ちょっと地を取ってみましょう。飛んだってのはあれですね。ここってどうしましょうかね。三三も目につきますけど、三三入りましょうか。
そうですね、真似してちょっとこうやってみましょうか。まあ、これもね、一つの形であるんでしょうかね。ここでつけるっていうね。しっかりこうやっておきましょうか。ここどうしますかね。まあちょっと変な手かもしれませんけど、こうやっておきましょうか。この場合はちょっと抑えたいですね。つけると伸びるとどっちが良さそうでしょうか。伸びておきましょうか。この桂馬はね、ちょっと、ほとんどね、ない手だと思いますね。秒読みを始めます。ここ頭出していくときはね、ここに覗くのが形ですかね。はい、これはこうやって絞って打ちたいですね。2、3、け、4、5、6、ちょっとつけばや7、りすぎかな。こうやっとこうか。
ここ割り込みたいんですけど、まあ大丈夫かな。ここね、本当は伸びではね、つけたいかったんですけど、ちょっと妥協したんですよね。これは、こうやってでですね。これつながればね、熱いですよね。これは跳ねて置けば死んでそうですね。まあ、ここで投了されてもおかしくないかなとは思います。切りはね、こう跳ねかけ継ぐ予定で、手はないかなとは思います。これね、大体ダメかなと思うんですけどね、こういうのはね。黒はですね。これね、取ったら放り込んで、つなげばもう死んでる形なので、あ、そうですね、ここで終わりましたね。はい、ありがとうございましたと。はい、じゃあ、あとはこちらに専念したいと思います。1、2、3、4、5。そうですね、これもね。まあ、取らなくてもいいんですけど、取っときましょうか。秒読みを始めます。33だとちょっとこっち側から押さえられて、ちょっと危ないかもしれないんでね、もしかしたら。まあ、これだと、まあ、ほぼ死ぬことはないでしょう。
では悪手なので、打たない方がいいですね。もういいですか。1、2、3、4。これはクリックミスかな。まあこういうとこは押すところなんですけどね。僕は、あとね、3回勝つと、五段に上がりますね。3段からしかね、始められなかったので、はい。まあ、今ちょっとね、上げようとしているところです。これはこうかけて3目捨てましょうか。はい、この時元つなぐのがね大切ですね。はい、出とか打っちゃう、出からつなぐとまた切りが発生してしまいますから。まあ、切りはね、まあ、予想してたというか、どうなんでしょうかね。結構黒はダメ詰まりなんで。なかなかやれないかなとは思ってたんですけど。2、3、4、まあこの5、付け越しから6。こう跳ね出しをやるしかない形ですけど。1、2、3、4、5。跳ね出すからね、なんかやっていくしかないんでしょうけど、これはどうしましょうかね。1、2、3。
伸び切りにはまあここら辺かけ継ぐぐらい。これは まあ、いろいろ形あるんですけどね。まあ、わかりやすかったりしましょうか。そうですね。これはちょっと攻め合いにならないと思うんですよね、形が。2、3、4、5、6、7、8、9、残り2回です。まあね、もう少し形が決まるまで。あ、ここなんかいつも YouTube で勉強させてもらってますって来てますね。囲碁普及頑張ってください。1、2、まあ、もう少し形が決まったら、この辺りでね、終わりにしようかなとは思っています。これどうしようかな。1、2、3、4、5。固くつながっておきましょうか。ちょっとね、やりすぎちゃうとね。ちょっと切れない格好でしょうか。やりすぎちゃうとね、良くないので。ちょっと一手入れときましょうか。
そうですね、こうやってみましょうか。ここ当てからこう、こうやって伸びたらこう跳ねてね。そっちから来ましたか。これはこうやるとこうですね。ここにこう立て、こうやっときますか。こうやってこれを取っといて、 この攻め合いはなんとかなるでしょうと。これ取れればね。黒はここを何かしないとですけど、コスミツケとかでしょうかね。1。切りとかは大丈夫かな。コスミツケ、これは、こちらから打っててもね、死んでる形ですね。コスミツケたときに置きがいいのか、当てがいいのかですね。でもいいでしょうか。これはどっから打てばいいんでしょうかね。まあ、ほとんどコウにならない。どういう形になるんでしょうかね。ここで詰めるしかない。つなぐ。詰める。これでつなぐ。こうやる。こうやる。こうやる。1、2、3、4、5。そうですね。それがちょっといい手になるんでしょうか。詰めたら取ってこうやって当たりすれば、これで
良好になるので勝ちでしょうかね。はい、これで良好ですね。はい、まあ、ということで、まあ、この辺りでね、黒は投了になるかなとは思います。2、3、4、5、6、7、これは、まあ、抜いときましょうか。まあ、抜かなくてもいいんですけどね。はい、ということで、ここまで、ご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、またね、いろんな動画出したいと思いますので、はい、これからもよろしくお願いします。はい、じゃあそれでは失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。